東大の入試対策の仕方どうやってましたか教科別で知りたいです。ちょっと教科別だとね、長くなってしまうんですけど、もう完全に問題ベース。問題ベースだね。まあ灯の過去問、あるいはその模試あるじゃないですか。模試とかの問題を解いて、わ、これできなかったなあ、こうやってやるんだっていうことをひたすら繰り返す。もう本当にそれでしかないんですよね。それ以上でも以下でもないんだよね。しかもそれって東大に限らずなんですよ。司法試験の時も、 司法試験の過去問とか解いて、うわこのレベルの難易度が出の問題が出るんだ。でこれぐらいの、えー、幅の応用力っていうかぶっ飛んだことをぶっ飛んだ思考力をが許容されるんだじゃないけど、あここまで基本を応用させていいんだとかっていうのを勉強してましたね。まあ、司法試験はそういう感じでしたけど、他の試験も同じように勉強してますね。はい。